するじゃん。疲れてました。そういうこと。じゃあ行きましょう。ワンピー側は、18号青年ご飯フリーザ立川ですね。バーニングコア、はい、バーニングコア立川。スーパースターがちょっとイラっとくるけどね。スーパースター確かに。対するは最長老だ。最長老、スーパースター対最長老の対戦ですね。ツーピーがトシさんですね。さあ見ていきましょう。はい、開幕はどうする。18号 5B が強いでしょ。ここはダッシュを出して振り出し様子見。立川といえばこれですね。いや様子見をしてなんか安全に行くんですね。多分 1B を一応計画したんじゃないですかね。なるほど、やっぱ 1B 一番多いですからね。さあ攻め系がきつい。この崩しきついですよ。さあしっかり押してる。テーダー B 着地 5A と、おっとここでボタン押していく。素晴らしい。見てから 5B で、素晴らしい。しかも 5B なのかって、やり込んでる。しかも貫通しそう。ちょやばいっすね。あーしかしこれはここはちょっと今悪かったですね。あ今やり込んでいる青年が出てきて強制交代。さあこれは、え素晴らしい。今の読んでましたね。あほっとトッソン、あうまい。なんかあれ流行ってますよね、最近。なんかジャンニシーを、特に青年のジャンニシーは強いんですよ。発生が早いんで、はいはいはい。結構長打ガードしてジャンニシー、あの行動かなり強いです。スーパーダッシュガードの読み合いに良さそうですね、ジャンニシーは。さあこれはどっかで交代もしたいが、しかしタチ、あーっと当たってしまう。タチといえば体育が出ることで有名だから返しづらいぞ。ここは交代ですかね。はい、ここはチョーク、チョークですね。カメハー、ね、ここはお、でばバニッシュ、またて、あ今のは難しい。うまいですね。近距離の交代はね、やっぱ強いですね。素晴らしい。空対空誘ってそこで交代。うわーおーっと今のは厳しいが、当たらんのかい。ネタですね。フリーズアシスト昔から使ってますね、これたち。当たらんのかい。当たると見せかけてドラゴンラッシュ当たる。大会で立ち替えを使うってことはかなり信頼を置いてるですね。結構勝ちたいとか使うからね。おお、ここは強気なファイナルバリア。あのバリア、バリアがすればとりあえず安全なんで、相手の様子を見てアシスト出すとかできるんですね。なるほど。しかも永遠も回収するんですね。さあ、フリーダッシュがガンガン当たる。あ、フリーダッシュに慣れてないとかなりきついですよ。なかなかこの人でもフリーダッシュかなり活躍しますね。はい。あー熱帯だがコンボが高いバーニングコア立川は倒しきれるか。レベル上げるおっと、ここで完璧な状態出てくる戦後は。さあバーニングコア立川調子がいいですね。非常に、まあ、立川というか、まあ、18号フリーザーは、ね、今危なかったな。去年かなりやり込んでるんで、確かにかなりの連動を誇ってます。あっと、ここはお父さんの足。さあ 2B の空振りにこっちが B を差し込んで、ね、はい、ミスらなければ倒しきれるが、ここもちろんメイトを澄ましたから倒しきっていく、はい、まだまだスパーキングが残ってますよ。早めに倒せたんでまだありますね、うん、かなりありますね。ただ残るはただ連動が高い2キャラなので、とにかく逃げ回りが強いんで ねバリアもあるので、そのスパーキングを見なすのは強い。おっと、あうまい。 OA で交代を落としていく。さあここはちゃんと強打者見てからバリア、確かバリア出して様子見してますね。またアウト出なかった。さあここはドラゴンラッシュを通していく。トシさんめっちゃゲージが降る。そしてスパーキングはもう、さあここはゲージを残していく感じですね。溜めたゲージで残り戦っていく感じですね。あーっと主人公じゃない。こんなここは1ゲージでまだ死なない。いやーかなり2判断だったんですけど難しかったな。今意識高いですね。今えらいことしようとしたね。そうですね、ジャンプ B で落とそうとしましたが角度がちょっと角度が合わなかったんですね。さあここで今すぐ黙らせてやると、あーっと、あーっと、これね、ジャンビーの性質がちょっと変わってるんですよね。発生遅くなりましたよね。なんか2段目がなんか当たりやすくなってて、ちょっと分からないですよね、当たるかな。ちょっと怪しい当たり方にありましたね。さあ1本目選手はバーニングコア立川ですね、うん、ちょっとフリーザー足にやられた感じしますね、これは。そうですね、トシさんも要所でかなり暴れがうまくうまいですよね、うん、ちょっと画面見てアップボタン押してる感が伝わってきます、うん、さあ2本目では見ていきますか。ちょっと今考えてるんですかね。おっとキャラ替えもしやか。ドラゴンボールでは珍しい、うん、なかなかない。そう相手にかぶせるという。あーっと今度は立ち方が強気。さあ素直にスーパーダッシュ。今ちょっと拾いむずいですね。ちょっとね今バージョンから難しかったっぽいですね。そうなんだ。今も今もジャンプ弾というかジャンプ逃げではある。狙いプレーが多いですが、あーっと今のはよくわかんなかった。フリーザーシまた当たらんのかい。当たらんのところに発生の早い18号の 5B がヒット。あっタチカワさんやってきましたね。タチカワさん稼働初期みたいなダブルアップしてきましたよ。まあ補正切りです。あよくやったな。よくやった。よくやってました。タチカワこれやって大会で当たってくる見たことないです。さあそちらにここはさあ BC から最大、うん、はい、いいルートですね。少年はね特に伸びるんですね。あそうなんだ。伸びすぎ。さあ4割ゲット。あっと。
さあ青年がどうする？一番粘度が低いキャラだが、やっぱ頑張りたい。あーしっかりしてる。うまいですね、トウスさん。ちゃんと様子見からバニッシュ見てから西対角。ここ交代させない。さあ、なんだ今のは。最強のエレン。今回高さも高さを誘導します。誘導して。やばいね。最強だから。バニッシュ手出してくぐる。あ、まあ、回転くん。お？あ、今裏返った。怪しいが、ここは本人もわかんないですよね。本人もわかんないってやばい。さあ、さあ、ニッシーが漏れて、ハメハメハ。さあ、立ち替えばダッシュ四隅、ね。ここはどうなる？青体力が多いので、ここは強制交代から。ね、よくあの下。交代なども全部非常に強いので。めっくりがあるんですよね、あの結構体力少ないけど、結構した結構うまくいきましたね。ここは、高い、意識高いコンボローでいって、ドン今投げ113でひすらなければなりますね。倒しているでしょうと。それではいやー、確か強いですね。今はまだ3人残ってる。しかし、最後は悟空ということで、何回このキャラが逆転してるの見たことも数えてないですよ。おっと、いやーとちまう。ここはスパーキンをかけばといったところで、レベルが上がっていません。あるある、これマジであるある、あるある。どこでできたかもう覚えてないみたいな。ここはさて、ほんまにジャンペーカードキドキしながらあれやるんだよ。だいたい溜まってるんですよ、その時は。ギニューみたいな。あ、さ、意識高い、意識高い、いいですね、意識高い。おー、高い。やっぱり牛使いの我々からするとね、声優のレベルぐらい覚えろやって感じ。いやいや、難しい。違うのって、本人のこと覚えてるから。でもあれって雷出てるか出ないか分からない。いや、見た目はほとんど分かんない。ちょっとパシパシ。いや、あのね、ちょっと分かるけど、あのね、その、どっちかなって思うのがね、空中浮いてからだから分かりづらいんで。え、あ、空中浮くともなくなる。いや、なくなるわけじゃないはずだけど。見づらい。見づらいんです。トレモで見ても結構違い分かんないから。はいはい。試合見ていきましょう。やはりこのバックジャンプするとね、フリーザー氏をガードして下ろされてしまうので、さあここをどうにかしたいところですが、これは当たったか。うわ、止めてる。ちゃんと止めて、ここ勝っていくのはバーニングは立川ですね。おめでとうございます。もう一回勝てば抜けれるぞ。